もぼやぼやしてるんだ。落下地点ぐらい確認できないのか。防衛基地のレーダーには何千という怪事件がキャッチされてるんですよ。だからコンピューターがあるんだろう。お前みたいな薄野がよくもウルトラ警備隊になれたもんだ。おい天樹、いい加減にしろ。我々は警察からの連絡を頼りに探そう。そうしていただきたいですね。薄野の僕じゃその未確認飛行物体とやらは。うるさい、ヤツと話してダダマに来る。おい、今の女に見えなかったか。ああ、生かす女の子だった。ちくしょう、ダンプなんて運転しやがって。噴射の跡だ。これはただごとじゃない。さっきの発光体と何か。するとあの女が。行こう。よし、ポインター1号よりポインター2号へ。はい、こちらポインター2号。若い女が運転するダンプが山奥だった。検問を頼む。若い女ですね。了解。皆さんが小さい頃、お父さんやお母さんが亡くなるとお星様になるなんて聞いたことがありますね。そうしてみんなが住んでいるこの地球以外にもまだまだたくさんこの地球と同じ惑星があることを知っていますね。そこには我々人間と同じような人間が住んでいるのかもしれません。もしかすると今君の横にいる人と同じ人がいるかもしれません。その星から今頃地球を見て、なんて綺麗な星だろうと我々の地球のことを褒めているかもしれませんね。
妙な電波です。マゼラン星、マゼラン星、第二任務完了しました。向かいの円盤を送ってください。マゼラン星雲、任務を完了したとか言っていましたが、一体何のことでしょう。よし、ひとまず地上基地へ報告だ。はい。ステーション V2 より基地応答を願います。応答を願います。はい、こちら作戦室だ。ダン、すまん、俺がもたもたしたために怪我をさせてしまって。天城があんまりポンポン言うもんだから、すっかり頭に来てしまったんだ。いや、うっかりしていた僕が悪いんです。みんなに心配かけて。じゃあ気をつけてな。ああ。きっと見つけ出してやる。あの顔を忘れるもんか。回電波の発信源は K 地区のプラネタリウムセンター。おそらくもういないだろう。見た通り娯楽場が多い。隠れ場にはもってこいの地域だ。ええ、ボーリング場にジャズ喫茶、地下に潜ればアングラ場。こいつは若い子ですね。ダンプに乗ってた子も17、18でした。うん、完了しました。これで K 地区から発信される電波という電波は漏らさずキャッチできるはずです。よし、あとは網にいつかかるか、その時を逃がさないことだ。3日が経ち、その間回電波の発信は途絶えていた。ついに4日目の午前2時。隊長。天井、解読機の用意を。は。隊長、発信源はスナックモアです。天井、どうだ。確かにマゼラン星に向けられてます。通信の内容は。向かいはまだか、向かいはまだか。それだけか。その繰り返しです。向かいはまだか。わかるか。誰？地球人ならテレパシーは使えないはずよ。わかったわ。あなたはセブンね。ウルトラアイをなぜ取った？それが私の任務だ。何？地球を侵略するつもりなのか。こんな狂った星よ。見てごらんなさい、こんな星。侵略する価値があると思って。向かいはまだか、向かいはまだか。
ズンボックスです。このリズム、これを繰り返しマザランゼに送るんだ。はっ。返信がありました。甘い。はっ。高性感弾道弾、すでに発射せり。迂回に及ぶ時間なく。高性感弾道弾というと、隊長、マズランセが地球にミサイルを、それじゃあの娘が、おそらく何か特殊な任務を追ってやってきたんだろう。迎えには来ないってどういう意味なの？裏切られたんだよ、自分の星に。隊長、計算の結果、ミサイルの地球到達は午前0時ちょうど。何？あと7時間か。こちらステーション V2、 巨大なミサイルが宇宙より接近中。巨大なミサイルが宇宙より接近中。天木さんはホーク1号で、はい、弾は俺とホーク2号だ。は、出動。はい、さあ頼むぞ。蒸気はどうしたんだ。まだ発信してない。何をしてるんだあいつ。作戦室。はい、作戦室。ダンはいないか。え、探すんだ、急いで。はい。その頃、ダン隊員はウルトラアイを持っていると思われる不思議な少女を探すために山を降りていった。出撃する。どこにも見当たりません。私が代わりに。そうか、よし。ホーク1号、ホーク1号。あ、こちら桐山だ。はい、こちらホーク1号。敵は手強いぞ。慎重に行動しろ。了解。
ち。この星の命も午前零時で終わりです。君も死ぬのか。私は仲間が迎えに来てくれるわ。誰も来ない。君は初めから見捨てられてたんだ。この星で生きよう。この星と一緒に。
なぜ他の星ででも生きようとしなかったんだ。僕だって同じ宇宙人じゃないか。数年後には我々も月旅行が可能になるかもしれません。しかし月にも土星にも生物が全くいないという確証はないのです。我々が月にその他の惑星に行けるとしたら、あるいは不思議な少女と同じ運命が待ち受けているのかもしれません。